こんにちは、南です。ありがとうございます。南三陸町の三浦社長のところにお邪魔しています。ヒデと一緒に積んできた 1.5 トンの、贈り物を今からこちらと、あと石巻の方にもお届けに行こうと思っています。2011年6月5日午前11時今から、三浦社長のところに荷物を下ろします。三浦社長です。はい、どうもよろしくお願いします。すっごいたくさんありますよね、CM ですしね、はい、これを分けるのが大変そうですね。まあ人がいないとできないことなんですけど、特に女性の方がいないとね、大変ですね。あ、そうですか。衣類とかそういうのは、そのまま持っていってもさばけないんですよ。やっぱりきれいに畳んで、きれいに袋に入れて、一枚一枚サイズをつけてやらないとなかなか履けないですね。そうなんですよね。今私も手伝わせてもらってたんですけれど、洋服もきれいに畳んで袋に入って新品みたいにすると、やっぱり皆さん持って行ってくださるし、逆に言うとそのパッと見てこれが何なんだっていうのが分かるっていうのがすごい大事ですよね。はい、そういったお手伝いも今日しながら、この後は一緒に配りに行きます、はい、ということは今後送る時もまあそうしていただけたら一番ありがたいと。ありがたいですね。パッケージしてもらって、で1個の箱に例えば食器用洗剤とか、靴下の男子の用とか、そんなまとめた方がありがたい。そうしてもらえば助かりますね。はい、でこちらがこの倉庫です。いいですか、社長。はい、じゃあ作業してるところもぜひ。今日はありがとうございます。はい、はい、今画像を撮らせていただいてるんですけど、一緒に作業してくださった恵子さんです。美人で有名な恵子さん。日本舞踊の先生だったんですけど、今日今はこれは子供ちゃんのお洋服を、仕分けしてるんですけど、こんな風にいっぱい山盛りで段ボールに入ってきちゃうので、一つずつ分けて、例えば子供のこんな風にサイズを書いて袋に入れたり、こんな風にパッケージしたりっていう風にしてます。でこの作業が結構時間がかかるし、全部手作業なので、できれば送ってくださる方がこういう形にしていただけるとすごく助かりますですね、恵子さん。うん、です、ね。ありがとうございます。よろしくお願いします。締めは。では、この後も頑張ります。